みなさん、こんばんは。はい、今日から始まりましたミルキークラウンのチュチュダーリンということでですね、今日がなんと第1回目ということで、はい、まずはね、簡単に自己紹介の方をさせていただきたいと思います。では、みどりまみりんから。はい、みどり担当のまみりんこと水崎まみです。よろしくお願いします。まみりん、ありがとうございます。じゃあ行く。はい、もこたんこと水木ももこです。よろしくお願いします。まこたん。はい、デミことデミズアンナです。よろしくお願いします。デミ。はい、そしてちーやんことちづるです。よろしくお願いします。ちーやん。はい、ありがとうございます。あとですね、ピンクの、はい、ニーナこと、はい、さくらニーナがいまして、はい、5人組のグラビアアイドルユニットミルキークラウンです。よろしくお願いします。はい、今日からということでですね、はい、今日は第1回ですよ。ドキドキですね。ドキドキねえ。ってさっきまで楽屋でめっちゃ喋ってたデミちゃんが静かだから、ね、そうそう、意外と意外とこういうの初めてだから、うん、意外と本番始まったら緊張しちゃったタイプだね、これね。そうそうそう、マミリンはいつも通り静かだね。静かだ。はい静かです。はいだけだと情報全然確かに、確かに。まだね、知らない人いるから、はい、そうね、いっぱいね、見に来てくれて、どん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 ミルキークラウンをね、うん、ここから知ってもらおうという番組ですので、はい、今日もいつもと違うメンバーをたくさんみんなに知ってもらえるんじゃないかという企画をね、うん、揃えてますので、ね、はいはい、1回目ならではの今日は番組構成となってますので、ぜひ、はい、インターネットのね、向こうの画面越しの向こうもこちらも一緒に盛り上がっていきましょう。はい、大丈夫ですか皆さん。あっという間に30分終わっちゃうからね。そうなんだよね。はい、なんで一緒に皆さん盛り上がっていきましょうということで、 CM 明けはなんと私たちのもんじゅうたく披露から始まります。おー、 CM 明けもお楽しみに。恋の辞書引きながら
となっております、はい、ということでね、この曲はもうずっと歌ってきましたからね、私たち。そうですね、そうだね、ライブでは盛り上がる ね、 そう曲ですね。なのにすみませんでした、あの一箇所振り間違えました。うそ、あ、近くに入りました、ジゼさん、はい、ちゃんとね、いや今一瞬映ってなかったの、土下座。うわー、ちょっともったいなかったわ、もうやんないわ。はい、ということで、はい、ご用意されましたので、はい、皆さん行きましょうかね。はい、はい、ということでですね、はい、よっこいしょっと、すごいでかい、高いまこたんの椅子、それは自分で下げてください。なんかさっき お子様椅子みたいな、4人並んだらすごい1人だけちっちゃくて焦った。いや元からだよ、うん、ちっちゃいの。そっか、はい、今すごい見て、ということでですね、まあ、この時間この時間はですね、この初めてみんなでやりましたチュチュダーリンの曲についてちょっと話していこうかなと思うんですけど、はい、マミリン、はい、初め大変だったね。マミリン大変だった。初めと言わず、なんかずっと大変でした。どこがどう大変だったか皆さんに知っていただこう。なんか振り付けをね、こう最初教えてもらって、うん、自分の中で覚えたって思ったんですけど、うん、ずっとライブを重ねてってみんなと振りを確認するんですよ、ライブの前にね、うんうん、で確認してる時にいつも私の間違いが見つかるんですよ。そう、それでびっくりした。いつも練習で大丈夫だねって言って本番、うん、まあ1回目もねやって、1回目とか多分大丈夫だったのかな、大丈夫、うん、なのにだったんですけどね、だん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 毎回ね始まる前にやっぱみんなで位置確認振り確認するんですけど、うん、そこで一つずつ発覚するっていう、未だに私びっくりしたの、これ事件、これ事件。I love you、 これ I love you のこれ、 I love you とかなんかね、一
つで I love you って意味なんですよ。はい、でこの I love you ってフリーあるじゃないですか。そうそう、そこなんとマミリンどうやったんだっけ初め。I love you 一人で OK やってたの結構でもそれ割と最近までやってたよね。そう、全然みたいな。先月発覚してえみんなどうやってたの。いや逆にマミリンそこにどうやって行き着いたのかな。いやもうこう来れば OK かな。いやいや雑だな一人。だからもしかしたら今後も、うん、チュチュダーリンマミリン気抜いてるときはそうオッケー出てる可能性もあるんですよ。いや、なんか私ずっとさ最後の振り、うんうん、これも、もしかしたらこうなってるかもでちょっと心配なんだよね。これはね、大丈夫。これは大丈夫、これ大丈夫だった。よかった、うん、初めの振り合わせの時、ちゃんとこれなってたんだけど、うん、チーアめっちゃワンツーマンでね。そう、そう、教えてた。マミリンのダンスは基本ワンツーマンです。そうだね、はい、マミリン、あのね、ニナもぶっちゃけね、ダンスは苦手なわけですよ、うん、まあ不思議な動きするじゃないですか、正直ね、いないことを言ったらあれかもしれないけど本人も自覚してるから言えること、うん、不思議な動きするんだけど、うん、マミリンはまた違う不思議な動きをね、そうだね、うん、するのよね、うん、そうかな。この間もね、まあ、ちょっとダンスつながりで言うと、うん、週に1回ダンスレッスンがあるんですけど、うん、なんだっけ、ランニングウォークみたいなやつを、ね、見たい見たい、振りでなんか、あーもうダメだ、こういうやつ、そう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 、走るやつをワンツーマンで教えてたら、マミリンどうやったんだっけ、ちょっとそこでやってみて、ちょっとこっち側映してもらっていいですか。恥ずかしいよこれ。マミリンどうやってたんだっけ。やる、やろう、大丈夫、いいよ。えこれ練習してこれですからね。なるよ、練習してこれで。その前マミリンどうやってたんだっけ手挙げてこうやってなんかなんかここに棒が欲しいみたいな、捕まらないと。あー、いける。マミリン今度教えるね、はい、あ、ありがとう。教えて、すげえ教えたの。壁に向かって手ついてから行って戻して出して戻して出してってずっとそれだけで15分近くやったもんね。うーん、難しいですよね。逆にすごい、うん、だからね、マミリンはね、すごい体のラインも綺麗で、決まると綺麗なのに、決まるまでがね、そうだね、決まるまでがね、チュチュダーリンもね、難しいね、難しいねでも他のアイドルさんに比べたら結構まだね、チュチュダーリンとかね、振りが優しいよね、うん、優しい。だから今後新曲が増えるにつれ、うん、振りが厳しくなってたらどうなるのか、うん、ちょっとねえ3倍ぐらい練習しないとね、人のね、3倍で足りるか、足りない、足りるかな。ニナともマミリンは別でも特別枠で練習します。どうする、新曲の振り、ランニングもやってたら。でもね、モコタンもね、結構ね、振りがね、アイドル癖が出てるんだよね、ちょいちょい。そうですよね、アイドル好きだから結構癖が出ちゃいます。そういう問題、アイドル好きだったらアイドルの癖出ていいの。いやいやいや、頑張ります。いや、逃げたーということでCM 明けはなんとメンバーがメンバーのことを査定してしまいます。やばい。お査定？査定？はい、こんばんはゆるい入りだけどなんかそんな、はい、ということでですね、うん、この時間はメンバーが今メンバーのことをどう思っているのか、まあ、結成しても
3、4ヶ月経ちますので、そろそろ ね、うん、本音で喋っていこうかと。それをまず第1回にやっちゃうっていうところ。あ、いいですか？確かに、はい、いいんですか、地図ネタ大丈夫かな。なんで改めてね、ここから見てる方もいるかもしれないので、自己紹介の方を簡単にまたしていきましょう。はい、じゃあ、まみりんから。はい、はい、まみりんこと水崎まみです。メンバーで最年長の25歳です。でも、あ、もっといや、ここまでで無理だと思ったら渡していいよ。ああ、でも、あの、なんか最年長なんですけど、一番しっかりはしてないですね。なんか、みんながお姉さんみたいな感じ。あ、でも、もこたんだけはなんか妹っぽい感じがするんですけど、あとみんなお姉さんみたいな感じがしてます。はい。では次、もこたん。はい、黄色担当食いしん坊、もこたんこと水木ももこです。よろしくお願いします。はい、みんな、そうそう、最初組んだ時に、うん、グラビアアイドルユニットで、あ、みんな お姉さんの中、私綺麗なお姉さんが多いから、私すごい一人で大丈夫みたいな感じがしたんですけど、だんだん馴染んでいくと思います。よろしくお願いします。まだ馴染めてないんだね。はい、じゃあデミちゃん。はい、初代ミスツタヤプリンセスのデミズアンナです。そうですね、小学生の時からずっとクラシックバレエやったので、体がめちゃくちゃ、まあ、柔らかいっていうのが特技です。あとはアニメのワンピースがもうほんと好きで、ちょっと残念ながらメンバーにワンピース詳しい人がいなくて、あの、若干、あの、楽屋ですごいこうもらったものとかで興奮してるとすごい浮いちゃうんですけど、ね、そういう話してくれる人がいたらすごく嬉しいので、はい、覚えて帰ってください。よろしくお願いします。覚えるところ、まずワンピース好きっていうところに聞いてたからね。はい、では私行きますかね。はい、私ミルキークラウンのリーダーやらせてもらってます、紫担当ちやんこと千鶴です。私はですね、この中ではまあ年齢は上から2番目なんですけど、うん、まあ、わりかししっかりしてる方だし、そうね、まあ、実年齢より上に見られるし、すげえ汗っかきだし、うん、どういうこと。まあね、楽屋でもね、うん、逆に私ワンピースわかんないけど、ナルト派なんで、ナルト好きの人はぜひね、こちらに来ていただいて、うん、ね、ジャンプ2台そうだね、いけるからね。はい、ということでよろしくお願いします。はい、あとですね、うん、今日いないですけど、ピンク担当のさくらになちゃん、最年少ですね、ユニット、うん、はい、最年少の割にめちゃめちゃ落ち着いてるという。落ち着いてるね。なのにもこたんとたまになんか変な波長が合う時のテンション、よく合うなって思った。あの時は本気で、あ、この二人は若いんだって思う、うん、すごい騒いじゃうんだよね。はい、ということでね、メンバーのことはこれぐらいにしまして、はい、うん、ココがココのことをどう思っているかを聞いていきましょうかね、うん、そういうの。ちょうど今4人いるからグッパで別れよ。え、で、どういうこと、どういうこと、どういうこと、別れて、別れてお互いがお互いのこと言うの。あ、そういうことね。はい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 、せーの、グッパの別れっこ。早い。いや、チョキ、こういうとこ、こういうとこ。もがた一人だ。もがた一人で自分のこと。また自分で言う。わあ、自分大好きだから、もこたん。理解 200% ぐらいになっちゃうよ。え、はい、グッパの別れっこ。あ、おお。じゃあお姉さん組からいきましょうかね。うん、じゃあマメリンは私のことどう思ってますか？え、怖い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 。今目線超怖かったから。今すごい目が怖かった。いや、どう思ってますか？あ、なんかね、すごいすっごい頼りになるんですよね。年下なんだけどめっちゃ頼りになるし、なんか頭いいなって思います。なあ、違うよ、なんか違うの違うの違うの。え、違う、違った、合ってるけど、うん、あのね、なんだろう、私にはできないなっていうか、なんだろう、あ、すごい頼りになります。いや、それ2回言った。あの、安心して任せられる感じがします。それ結局頼りになるってことだよね。まあそう、3回目だ。じゃあめっちゃ頼りになるってことで、わかった、うん、もう閉めたね、もう終わらせたね。閉めちゃった、閉めたね。じゃあ私がね、思うマメリン、思ってもう、うん、やってきてね、感じたこと、うん、マメリンは、うん、本当にそうやって思ってくれてるのかなって思う。今のもいい。どういうことかな、なんかね、感情の波が少ない、すげえ穏やかな、さざ波、なんていうの、もうすごい穏やかなね、沖の方の、うん、海みたい、うん、ああ、
いやまあでもほら言うてもやっぱ一応ほら最年長だから落ち着いてるんじゃないかなと思って、うん、え？そういうとこそういうとこなんだろうな感情が乗りにくいんだろうね。感情が薄っぺらいとかよく言われるんですけどそれだそれだその通りなんだ。表に出にくいだけで心の中ではすごい思うことはあるんですよ言ってそれ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 ちょうだいそれちょうだい。でも本当に私寝る前に昨日寝る前にチーヤのこと考えてたんですけどいやチーヤの何をいやチーヤって本当になんかお姉さんっぽいっていうかもうみんなのことを見て考えてまとめてくれてるんだなと思ってなんか改めてそう思って夜考えました。これ褒められてるよね。うん褒められてる大丈夫あでもそうそう、うん、でもでも、まあ、はっきり言うと好き、うん、好きです。あーじゃあよかったちずるも好き結構マミリン好き。あ本当で初め会った時マミリン年下だと思ったのぶっちゃけね、うんうんうん、で年齢聞いてえマジかってなった、うんうんうん、25上みたいなテンションな感じでした、うんうん、マミリンはねすごい根が優しいと思う、うん、頑張り屋さんだし、うんうんうん、そうかな、うん、すごい一生懸命一人でダンスレッスン頑張ってるの見ると応援したくなるのすごい本当に。ありがとう。だからこれからも一緒に頑張ろうね。頑張ろうね、うん、いやうちら結構仲いい感じで終わったね。そうだね待ってよな い, ないということで次、うん、じゃあモコタンとうちだ。モコタン結構長くなっちゃうからデミが思うモコタンを。モコタンは絶対チーヤンが言った方がいいよねって思ったけど、いやそれはあえてのだよ、うん、あえてのいやモコってるよの本当最近本当女の子ね女の子可愛らしい感じで最近思うのは本当よく喋るなと思うもう本当なんかねそうモコタンが本当たまにライブとかいない時モコタン抜きの4人だった時とか楽屋がもうなんか別に仲悪いとかじゃなくて喋んないのね。そうでも別に仲悪いとかじゃなくて普通なんだよそれが。それでなんかみんな落ち着いてんだよね全然ね。そうそうそう別にそうそうなんだけど、うん、モコタンいるだけでもうさっきもだけどもうモコタン嘘でしょ。いやいい意味だよ本当に。みんな気遣って喋ってくれてた。うんいやだからそういう意味ですごいだからそういう、うん、ほらムードは作ってくれてるなと思う、うん、ムードメーカーみたいなね。あ、本当に？本当にそう思ったことすぐ言っちゃうからね。お腹空いたとか、うんうんうん、いつも言ってんじゃん。あとさ鏡見ようとかさ一人で言ったりしない？今日もね鏡動かそうとか一人で言ったの自分で気づいた。そう、そしてこういう時になるんだよその後ねそうそうそうだから一人こういうのがいて本当にそうこういう子がいてね、うん、あ、いや逆にそうよかったよ妹だからねみんなの。そうほら、うん、もこたん一人いないと、うん、ちょっとほらアイドル感があまりにもね。そうだよ。そちらでちょっとあれでしょ。でもアイドル感はニナの方が強いと思うんだけど。あーそうね、うん、それ忘れてたわ最近ね、うん、ちょっとアイドルから離れてきた私。言っちゃうの？どうしたの？じゃあなんかちーちゃんと同じ扱いになってきたの。え、ちずるもこたんと同じ扱いなの？逆にそっちが問題なんだけど、どういうこと？若干ほら、いじられるっていう昨日もちーやんがいなかったじゃない。そうなので、自己紹介をしたわけよ、うん、いつも通り、うん、で、自己紹介でさっきもそうだけどちーやんだけ名前が呼ばれないっていう定番じゃない、うん、で、それをやってて、うん、で、最後デミの時ね、うん、デミズで、あ、デミでことデミズあんなですよって言った時に若干間が空いたわけ、うん、で、やばいと思ってこれはちーやんをやられると思いましたっていう話をトークでしてて、うん、そしたらお客さんがいや千鶴の代わりやるならモコタンでしょうっていう。そう、 そうあるよね。そうでモコタンがやられたらねちょっと本当に泣いちゃうよっていう。本当そうダメでしょそれダメなやつだよ泣いたらもういじりで泣くいじりづらいじゃあ最後にねモコタンはデミの思うことを一言で一言でお願いします。えすごいただのワンピース好き、なんも知らないじゃんそれお客さんでも知ってるわモコタンイエーイ。
ここまで皆さんと一緒に来ましたミルキークラウンのチューチューダーリン、はい、なんとですねもうそろそろお時間ということで、うん、はい、ではここでねミルキークラウンからお知らせの方をさせていただきたいと思います。では、はい、デミちゃん。はい、私たちミルキークラウンですね、週末にいつもライブをやってるんですけれども、今月あと3回になってます。今週末の13日土曜日は昼にキネマクラブさんでライブがあります。その後15日池袋リードさんでライブの後、7月の最後のライブは21日にまたキネマクラブさんで昼夜ライブをやりますので、ぜひね私たちを見てくれた方、足を運んでくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。あとですね、この番組ミルキークラウンのチュチュダーリンは次第4週目になりますね。また今日と同じ時間にありますので、はい、うん、ぜひお仕事終わりだったり、まあ、もしかしたら夜勤の人もいるからお仕事前の人も遊びに来てくれると嬉しいです。 そしてですね、この後はなんと CM 明けというか、まあ、番組はこれで終わってしまうんですが、はい、ここに遊びに来てくれてる皆さんに向けてのみ、私たちまた1曲やりますので、もしね気になったら、ね、そうですよ、来、うん、次の週とかもね来た方がいい、これ第4週目第2回目ですね、うん、もうぜひぜひ気になった人はこれから足を運んでもらえたらいいなと思います、はい、で気になる情報などはねミルキークラウンで検索してもらえればブログ、ツイッターともに出てきます。でブログはね、みんな人それぞれ個人でもやってますけど、ユニットブログは週に1回ね、うん、担当を決めて2回だね、はい、2回書いてます、はい、更新してますので、はい、ぜひチェックの方してください、はい、でツイッターも個人でもやってます、ユニットでもやってます。チェックしてもらえればもうすごい早い情報がね、うん、手に入ると思いますので、うん、そちらの方もぜひ検索の方よろしくお願いします。はい、はい、ということでもう今日始めましたが終わりますよ。早い早い早いマミリ思ってる？いや、あの半分ぐらいの感じです。まだ15分ぐらいしか経ってない。嘘でしょ、うん、それはないかもしれない、うん、30分が短い感じかな、うん、短い、うん、独特だね。独特なこの空気もねスタジオでしか味わえないとなってますのでぜひぜひ気になった方はね遊びに来てもらって、もっともっとこれからミルキークラウンを知ってもらえたらいいなと思います。ではまた再来週。バイバイ。ありがとう。